皆さんこんにちは、ゴルフステーション新宿の阿部です。皆さん久しぶりですね。自粛生活中どうでしたか？やっぱり体が皆さんやっぱ固まってしまって、言ってみたらここでこうバシバシ打ってたら腰が痛いなと、やっぱり下地に練習するとそういうことって起きやすいと思います。でましてゴルフの場合、一方通行のスポーツですから、まあ右打ちでこうバシ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 打ってると、どうしても右か左へこの動きのみに動きが固定されてしまいますので、どうしても腰やったり左の膝だったりに負担が大きくなっています。そこでおすすめできるのは左の素振りです。純粋に逆で持ち替えてもらって、左の素振り、これを可能であれば右で10発打ったら左でも10回素振りする、これの繰り返しを各番でことにやることによって、多少でも腰の負担だったりそういうものを軽減できると思います。で実際にちょっと今からお手本としてやってみますが、まあ右打ちでいつものごとバシバシゴール打っていきます。じゃあ10発例えば経過したところって、グリップは可能であれば、まあ、逆で持った方がいいですね。これ右手の順手の状態で左で振ると、どうしてもちょっとクロスハンドっぽくなるので振りにくくなってしまいますので、グリップもできれば左のグリップに変えてあげてください。別に指を絡めるとかそういう細かいことは除いてもらって全然構わないので、まず左手のグリップを握ります。そこから、まあ、しっかり肩をしっかり回す、これはしっかりストレッチという意味でやった方がいいと思います。フィニッシュに取った時もしっかり肩を回してあげる、これだけでいいと思います。形とかにそこまでこだわらず、ゆったりゆったり、そんなに強く振らずに打っていく。でもしお持ちであれば、このようなバット、これもゴルフの練習器具なんですけども、こういうものを使って右で振ります、ついでに左も振りますと、こういう状態でどんどんボディメンテナンスをしながら練習をしていくと、まあ、次の日にやっぱりこう痛みがない状態でまた練習ができるという形に持っていけると思います。で当スクールでは左打ちのクラブもありますので、まあ、せっかくなんでちょっと自分はこのまま球を打ってしまいたいと思います。やっぱり左だと難しいと言い訳をさせてもらいますが、まあ、このように実際にどんどん球を打つことによって、しっかりと調整をしながら打つということももしかしたら身につくかもしれない。コースに行って木の根元に行った時に、もしかしたら左打ちが必要になるシチュエーションがあるかもしれないっていう言い訳なので、まあこれからボディメンテナンスの際は左打ちもぜひ採用してみてください。